というわけでですね、またまたもうすごい推し推しトークを繰り広げていきたいと思うんですけれども、はい、このコーナーで登場していただくのは福井ゆかりさん、宮田光輝さん、高橋美香子さんです。どうぞ。アイス。あ、なんかアイス。宮田さんが、はい、なんかマグロって呼ばれてますね。スマップみたい。スマップみたいですね。素敵。ありがとうっす。マグロだ。マグロだ。はい、というわけでですね、はい、ここでもまたお題を、はい、出してお答えいただきたいと思うんですけれども、学生時代、学園祭など思い出に残っている行事をぜひ教えていただきたいと思うんですが、美香子さんからよろしいですか。はい、ですね、私は、小学校の時のお話でもいいですか。はい、小学校の時に音楽発表会っていう会があったんですけど、歌をね、歌うクラスごとに競う会があって、私はそれでどうしても自分のクラスで歌う歌の式がやりたくて、その歌が、はい、チコタンっていう歌なんですけど、全然知ってる？すごい結構悲劇的な歌なんだよね。うん、そうそう、うん、まあそんな感じです。はい。そう、その歌の式をするのに、なんかクラスの女の子3人ぐらいで揉めに揉めて、殴り合い、うん、軽く血みどろ軽く、はい、勝ち残ったんですか。勝ち残ったんですよ。すごい、はい、殴ってない、殴ってない、蹴っただけだよね。蹴っただけ。蹴ってない、蹴ってない、蹴ってないですよ。はい、喧嘩も、まあ、してはいませんが、はい、すごい争いましたね。私が一番式がうまいのよ、私だわ、私だわって言って3人で。美香子さんの勝因は何なんでしょうね。何だったんでしょうね。なんかピアノの女の子と相性がただただ良かったっていう、うん、みたいだったんですけど、はい、ラッキーでした。はい、じゃあそんなスマップな宮田さんは、うん、スマップになっちゃった。かっこいいですね。僕はね、マラソン大会とか、マラソン大会、なんか無理やりこうね、走らされるというか、うん、もうなんか長距離、うん、なかったですか。走る前にお腹が痛くなるやつですよね。18キロ高校の時に。それは過酷ですよね。24時間テレビかと思うぐらいにこう、はあ、でみんなでもう、うん、ゆっくり行こうよなんていうやつに限って、もうさーって一緒に走ろうよなんていうやつに限ってさーって、よくある、うん、人間関係が見えちゃったりして、それが一番ですね。なんか辛い思い出が、辛い、なんか足がこう痛くなっちゃって、うん、じゃあそんなゆかりさんは、そんな、そう、そんな、そんな、はい、そんな、はい、私はですね、はい、マジっすか。まだ行ってないっす。まだ行ってないです。中学校の時の卒業式がすごい思い出に残ってますね。もううちの学校で一番初めに泣いたって言われてます。なんででしょうか。やっぱり中学校がすごい仲良しだったから、すごい覚えてるってことです。すごい楽しくて、卒業式の歌っていうのがあったんですけど、その時の歌の初めの出だしが、もうさよならっていう出だしなんですね。もうそれだけでガーッと言った瞬間みんなだーってなっちゃうから、歌が全然歌えなくなってしまったっていう経験があったんですけど、うーかわいい、うーはい、わかります。なんか悲しい思い出とか辛い思い出なんか結構残ってますよね、辛い思い出とか。そうです、残っちゃいます ね、どうしてもね。うん、いやー、ありがとうございます。ちなみに何か、え、最後に、もちろんオチは考えてますよね。もちろんね、オチは考えてますよね。そう、何っすか、何っすか。いや、オチにはならないけど、あ、なんだっけ、行事、行事。ですね、うん、私は女子校だったんですけども、うん、すっごいもうどうしても忘れられないのが、うんうん、体操、ブルマに半袖の体操服で
外を掃除させられるんですよ。なんでなんで、え、学校の外、学校の外をあのもうそこが掃除区域で、ブルマでももう松木って入ってるんですけどそれを、ね、掃除させられて、うん、はい、で、ずっと毎年やってたんですけれども、ある時、うん、カメラが仕込まれてる、あ、こんなこと言っていいのかな、カメラが仕込まれてることが、はい、見つかって無事なくなりました。そんなにこやかにえ、どういう、なんかサービスなんですかね、なんか町民、周りの皆さん、いや、だから体操服でみんなで気張って掃除しようよっていう、なんで体操服なんだろうね、学校だったんですね。はい、へー、なんか嫌な気分、嫌な気分あれ、ま、あれもね、もうね笑いましょうか、もうね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。たいと思います。もう歌トークときましたので、次はお芝居でございます。もう夜の舞台はきっと皆さんを感動させるストーリーになっておりますので、お楽しみください、も泣いてください。はい、メモリーズオフファーストセカンド、そして思い出に変わる君のオールキャストでお送りします。稲穂神放浪記前編です、どうぞ。何やってるんすか、新先輩、なんかの勉強っすか、知りたいか、マグロ、こいつはな、攻略本なんだよ。攻略本っすか、うん、ゲームとかの、お前、ちょっとこっち来い、うん、いいか、うん、ここだけの話だからな、うん、誰にも言うなよ、お前だけに話すんだからな、うん、分かったっす、私も誓うよ、絶対内緒だからな、あれはな、恋の攻略本なんだよ。魚編に里と書いて、その恋じゃねえよ、あ、違う恋だよ、とにかく恋の攻略本なんだよ、うん、ね、んどうしたんですか、それで、ああ攻略本、恋の攻略本作ったんだけどな、うんうん、まあ簡単に言うとな、うん、俺には昔から好きだった女の子がいるんだよ。好きだった人って誰？それは言えない、あしからず。でも今でも後悔してるわけよ。もっとうまいことやってればその子と付き合えたかもしれないってな。あ、誰にでもあるよね、大航海時代に陥っちゃうことってね。だけど恋をしてる当時ってのはなかなか踏ん切りがつかないもんすよ。未来はわからないんだから。それだよ、もし未来がわかれば好きな女の子とラブラブになれる可能性だってあるわけだろ。そう思わないか？いやー、そう思う、めちゃくちゃそう思うよ。だからさっきのノートに俺が今まで歩んできた道を全部書いて、それを過去にいる俺に渡そうと思ってるんだ。なるほどね。いいな、いいな。ねえねえ、そのノートちょうだい。ダメ。いいか、このことは絶対内緒だからな。分かったっす、うん、私もう誰にも言わないよ。私も、もう。お前らいつの間にって今頃気づいたの？ノリツッコミの長さでギネスに挑戦してるのかと思った。なわけねえだろ。違うの？違うよ。似てない。そう、似てないよ。あ、ねえ、それでそれでどうやって過去の自分にノートを届けるの？うん、俺はインドを旅してきた。その時に出会った修行僧に時間をワープする方法を教えてもらったんだよ。その術を使って俺は時間を飛ぶ！すごいね。もしそれができたらさ、完全犯罪とかできるかもね。あ、本当にできればね。店長、店長、救急車1台お願いします。おい、俺はまともだっての。いや、信じられるわけないでしょ。信じろ。ねえねえ、じゃあさ、やってみてよ、赤手紙通り。だからひびちゃん、俺は赤手紙通りじゃなくて死んだからね。まあいいや、とにかくその方法だが、まずこう精神を集中する。こう
そして暗闇の墓場へ乗り込んでいく。は？辺りは薄暗く、どこからともなく聞こえる不吉な黒猫の声。にゃん、にゃん。もしもし。聞こえる木々のざわめき。ざわ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 。そしてざわ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 、悪魔の雄たけびのようなカラスの鳴き声。ああ、店長、救急車大至急お願いします。あ、しかも多めに。お前ら嘘だと思ってんだ。今からこのノート持って過去に行ってくるから、お前ら見てろよ。お土産買ってきて。時間があったらね。というわけで、俺はこのノート片手にインドの秘術を使って2年前の世界へと飛んだのだった。この時代にいられるのは約数分間。その間に何としてもこのノートを俺に渡さないと。やっぱり秋は落ち葉見に限りますね。綺麗。こうして外に出て自然と触れ合うのもいいものですね。よう、みんな。もうシンくん遅いよ。遅いって、俺だって今日ここで約束なんて。この時代の俺のことか。何ブツブツ言ってるんですか。いや、何でもない、こっちの話。稲穂さん、とりあえずお茶でも飲んで落ち着いてください。今から入れますから。クッキーもありますよ。どうもありがとう。ちょっと、そうじゃないよ。俺は時間がないんだよ。そうなんですか。それは残念です。それじゃあせめてこのお茶の歴史だけでも聞いていってください。は、ふたびしおんの今日もいっぱいいっぱい。はーい、皆さん拍手。じゃあ皆さんもご一緒に、ふたびしおんの今日もいっぱいいっぱい。すごい、なんだか本格的なコーナーみたいですね。っていうか、この音楽どっから流れてきてんだろう。それでは始めます。はい。そもそもお茶が飲まれ始めたの。ストップストップ。音楽もストップ。ふたみさんの講義はただでさえ長引くんだから。長くなんてありません。どうせまた数時間とかかかるんだろう。たったの72時間長いよ。だから俺には時間がないんだって。もしかしてしんくん、何か用事ができちゃったの。あ、いや、そのこうなったら仕方ない。ゆえちゃん、もしかして告白ですか。何を言い出すかな君は。ゆえちゃん、君にこのノートを託す。何これ。あ、ダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ。中身は見ないで、このノートを俺に渡してほしいんだ。なんて言ったらいいのかな。いいかい、うん、俺は今から帰る。そうすると後から何にも知らない俺がもう一回ここに来るから、その時に渡してほしいんだ。頼むよ。 なんだかよくわかんないけど、わかったよ。あ、いかん、インドの秘術が消えてきた。インドの秘術。なんでもない、こっちの話。じゃ、頼んだよ。俺はゆえちゃんに攻略本を託すことに成功した。これで果たして本当に未来は変わっているのだろうか。心配になった俺は1年だけ時代を遡ってみることにした。
さてと、俺とゆえちゃんはラブラブになってるかなっと。って、あれ？ここってメモフセカンドの世界だよな。なんか雰囲気違わないか？パラリラパラリラバンバン、パラリラ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 、行くぜ野郎ども、パラリラ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 。今のってめぐみちゃんとタルタルだよな。おっと失礼。おい、いなきゃ。お何やってんだよ、そんな変な眼鏡かけて。もちろん勉強するためです。勉強？お前が？当たり前です、学生の本分は勉強することにありますから。目指せ東大。お前タルタルは白川ホタル？あんな不良娘のことなんて知りませんよ。おやび、あんなこと言ってますぜ。おう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 、誰が不良娘だって？花の蛍組組長ホアちゃんを舐めるんじゃないぜ。おやび、かっこいい。花の蛍組？その通り、チャリンコで学校の中を暴走する超絶バルバルグループだぜ。バイクかと思ったらチャリンコかよ。いや、突っ込んでる場合じゃない。タルタル、一体どうしたんだよ。ピアノは、ピアノは弾いてないのか？ピアノ、うん、弾いてるよ。この間全国大会で優勝した。よかった、なら安心だ。でも、弾くといってもこっちの弾くじゃなくて、こうやって引っ張って何メートルピアノが動くかっていう大会だけどね。ダメだー。タルタル、布団が吹っ飛んだ。アルミ缶の上にアルミ缶、可愛さボンゴレ。つまんねえぞこれ。姉さん落ち着いて。ダメだ、親父ギャグでタルタルが笑わないなんて。あんたのタルタルじゃない。そんなギャグで笑う人いるわけないでしょ。やめて、大喜びだったんだよタルタルは。ホタルさんはこんな親父ギャグじゃ笑いません。どういうめぐみちゃんこそ何やってんだよ。君の学校は住み空のはずだろ。学校が合併したの知らないんですか？合併？助かったー。はルサックのメニュー全品食べきり伝説を持つ女子高生。ひどい、そんな言い方。え？あれ、この子ってこんなことで泣くような子だったっけ？そう。稲穂さん、ひどいです。私が泣き虫なの知ってるくせに。でもこれはこれでちょっと可愛いかもしれない。今ね、自分で投げたから、自分で投げたから。かなちゃん、先輩、助けて。いいでなんか変に卑猥だな、これな。なんかこの二人も性格変わっちゃってみたいだし。ほら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 、かなちゃん、見て、奴らが来たわ。ほらほら、そこの小娘、道どこかい。しずる様のお通りだぜ。しずるさんに飛びせさ。出たな、お姉ちゃん。じゃなくて悪のレディースキラーしずる組。そんなダサいバイクに乗ってるやつに言われたくないわ。バイクじゃなくて自転車だ、間違えるなよ。自転車に誇り持ってんのかよ。でもまた無意味に突っ込んでしまった。今日こそ勝負つけるわよ。おい、飛びせさ、説明してくれよ。俺も何がなんだか。飛びせさんじゃねえよ、ジョニーって呼びな。ジョニー？そうさ、ジョニーさ、なんか悪っぽいだろ。いや、それは全国のジョニーさんに失礼だろ。今日こそ花の蛍組を潰すわよ、ジョニー。わかったわ、ミスターブー。ミスターブー？なんでまたそんなどっかの漫画のパクリみたいな名前を。私の好みに口出すんじゃないわよ。しずるさんが怖い。そんなのしずるさんじゃない。しずるさんは優しいお姉様キャラじゃなきゃ嫌だ。
さあ、ホタル、勝負しなさい。望むところだい。そうだそうだ。怖いよ、かなちゃん。もう何がどうなってんだよ、もう。なけお前、なんとかしろよ。いや、僕は勉強で忙しいから。勉強なんかしてる場合かよ。この音楽は。お待ちなさい、喧嘩は許しません。ツバメ先生、よかった、あなただけはまともだったんですね。こいつら何とかしてくださいよ。東西南北の南にひらがなでツバメと書いて、その読み方は。こっち。え、お前ら何やってんだよ。おい、準備いい？いい？ SE の方も準備いいですか？いきますよ。はい、 SE。 女王様。女王様？そう、私は女王。あ、みんなの、もう戻っていいわよ。あんまり前面にいるとね、カメラが撮れないからね。そっかそっか。私は全てを知り、全てを治めるもの。全知全能の力を持っているのです。まさに支配者、まさに神。なんでツバメ先生がそんなことになってんですか。ものすごく似合ってるし。知りたい？ええ。本当に？もちろん。どうしても？どうしても。たとえどんなことになろうとも？それはちょっとやかな。知りたい。教えない。あ、それ俺が作った攻略も。あ、分かりやすくバレてしまったわ。本当にね。そう、私はこのノートによって全知全能の力を手に入れたの。んなバカな。だってそのノートには俺とゆえちゃんがうまくいくようなことしか書いてないはずでしょ。一体どうやって。知りたい？もちろん。本当に？まあいろいろあって。は？あれとかこれとか。 あれとかこれで女王になったの。ババーン。いや、めんどくさいからって説明はしょんないでくださいよ。それにね、変なババーンとかいう効果音でごまかそうじゃってダメですからね。はて、何のことかしら。ババーン。落ちちゃったじゃないの。ババーンとか言ってるからですよ。もうそんなことどうでもいいから、それ返してくださいよ。もう早く。お前ら、こいつを死刑に。死刑、死刑、あ、死刑。おとなしくしろ。おとなしくしろ。おとなしく死刑。話してくれ。おい、あ、うわ、いろいろやっとけ。やめろ、話してくれ、助けてくれ。くそ、何がどうなってんだか全然わかんないけど、どうやら俺のせいで世界が変わっちまったみたいだ。こうなったらもう一回メモークファーストの世界に行って、あのノートを取り戻してこないと。というわけで、稲穂神は狂ってしまった時間を元に戻すことができるのか、後半に続く。思います。お待ちかね、稲穂神放浪記後編です。どうぞ。俺が過去に行ったために未来が思ってもない方向に変わってしまった。ゆえちゃんとはラブラブになりたいけど仕方ない。もう一度ファーストの世界に行って、あのノートを取り戻して、狂ってしまった時間を元に戻す。あ、みんな。ああ、しんくん、ちょうどよかった。さっきしんくんに頼まれてね。分かってる。で、さっき渡したノートを返してほしいんだ。あ、なんだか待たせてるんですね。一つの時代に数分間しかいられないんだよ。時代？なんでもない、こっちの話で。ノートは？カバンの中に。あれ、どのノートだったかな。
なんでこんなにいっぱいノート持ってんの？ともちゃんの分もノート取ってあげてるからだよ。くそ、ともやのやつ。どれかな？あ、これかな。なに12月24日今日はともちゃんとクリスマスラブラブデート。誰も聞きたくないよそんなのろけ。これゆえの秘密日記だ。思わず読み上げちゃったよ。恥ずかしいな。もう急いでくれよ。あれ、みなもちゃん、そのノートじゃないの？あー、ちょっと待って、返してください。もうこれ私のデッサン帳です。あー、ごめんごめん。ヌードデッサンが書かれてる。何？いや、はやー、はやー、はやー。もうなんだ、ただのデッサンじゃん。冗談です。ね、スケベだね、まったく。まったく、いや、疲れだ。しんくん、預かったノート多分この中にあるよ。この中にあるから一冊ずつ探そう。だから俺には時間がないんだって。もうじきインドの秘術が切れちまう。時間がない。いかん、言ってるそばからインドの秘術が切れてきた。でもノートまだ見つかってないよ。くそ、どうしたら、一体どうしたらって、これだ。何を？ごめん、後で弁償する。バシャー。何するのジンク、ノートが台無しだよ。高級な茶葉なのに。こうするしかなかったんだ。果たしてこれで未来は元に戻ったのだろうか。俺はドキドキしながらセカンドの世界へ飛んだ。おい、稲剣！お前、いつもの稲剣か？は？いつもって何のことです？勉強とかしてないよな。してないですけど。よかった。何する、気持ち悪いから離れてくださいよ。やっぱ稲剣は勉強なんかしちゃダメだ。バカな稲剣最高、バカバザーイ。それは褒めてるんですか、けなしてるんですか、しんくん。もちろん褒めてるんだよ。けんちゃん。あ、ホタル。こんにちは。タルタルにめぐみちゃん、ブルンブルーン。ブルンブルーン。シンくん、なんか変なもんでも食べたの？よかった、二人とも普通だ、まともだ。あ、そうだ、めぐみちゃん、学校の合併なんてしてないよね？してないですよ。今日はみんなでホタルのピアノ聴きに来てくれたんだよね。タルタル、ピアノって、まさかこうやって弾くわけじゃないよね？よいしょ、よいしょ、こいつは覚えて横綱級だって。そんなわけないでしょ。タルタル。なに？布団が吹っ飛んだ。そんなに笑ってそんなおかしくないだろう、ホタル。そんな面白くないよ。いいんだよ、タルタルはこれでいいんだよ。しゃあ、タル。あ、高野ちゃん、高野ちゃんも来てくれたんだ。暇だったから。はい、そんなこと言って先輩いつもプールからピアノ聴いて喜んでるじゃないですか。カナ、余計なこと言わないの。カナちゃん。やめなさい、この毛玉の。痛いけど、でもこれだよ、こうでなくちゃ。もうね、かな、安心して、この毛玉のからは私が守ってあげるんだよね。先輩、感動です。あ、かな、違うって。だから、あとね、私そういうのじゃないんですけど、聞いてないし、本当にもう。ほうちゃん、しずるさん連れてきたよ。
ありがとう。私なんかが学校に入ってきちゃってよかったのかしら。うん、大丈夫ですよ。ホタルもピアノをお姉ちゃんに聞いてほしいもん。あの、しずるさん。どうしたの、しんくん真面目な顔して。あ、わかった。プリンでしょう。大丈夫、しんくんの分もちゃんとあるわよ。たくさん作ってきたから。よっしゃ、しずるさんもバッチリ元に戻ってる。何がなんだかちょっとよくわかんないんだけど大丈夫？大丈夫ですな、ジョニー。え？ジョニー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 ？え、ジョニーって？よっしゃ、トトも合格。やった。おかしいな、私ジョニーじゃないって。この音は？おかしいよ。東西南北の南に。ひらがなでツバメ。ツバメ先生だけ女王様の性格のままだ。誰が女王様ですか。え、シン君。はい。あなた他校の生徒でしょ。ここうちの学校です、はい、あまり騒がないようにしてください。ってことはツバメ先生も元に戻ったんですね。元に戻った。え、元に戻ったってことは何らかの変化が起こってなくては戻れません。私は私です。増えるワカメちゃんじゃないんだから、そんな元に戻るなんて。よっしゃ、やったー。離れてましょう、ちょっとおかしい、だいぶおかしいので。あ、じゃあみんな集まったところでピアノを聴いてくれる？そうね、そうしよう。ピアノね、ピアノ、ピアノ。変わってしまった未来を元に戻すことができた俺は、現代へ、キュービックカフェへ向かうことにした。来たんだよ。お土産は？ないけどさ。カッピン。嘘っぽい。まあ超能力なんてあるわけないしね。つくならもうちょっとマシな嘘をついてほしかったっす。お前嘘じゃねえって。まあいいや、なんでもねえよ。ああ、世の中うまくいかねえよな。あのさ、なんだかよくわかんないんだけど、過去なんか変えられない方がいいと思わない？そうっすか。変えたい思い出なんかいっぱいあるっすけどね、うん、私も思い出したくないことたくさんあったよ。昔を変えられる道具とかあったら私お金出してもいいな、ちょっとなら。うん、思うんだけどさ、未来がわからないからこそ、とんでもない最悪な事件が起きちゃうからこそ、人生って面白いと思うのよ。そうか？うん。だって未来が全部分かっちゃってたら、きっと生きててもつまんないと思うの。そうかな。でもやっぱり嫌なことは嫌じゃない？まあ悲しいことや苦しいことがあっても、いつかは思い出になるもんなんだよ。なんてね。ちょっと臭かった？いや、そうだな。過去を悔やんでジタバタするよりはいいか。うんうん、なんかよくわかんないけど、私も赤手ガニ通りに賛成。あ、ゆうさん、こっちはっす。ゆうちゃん。ははん、しんくんの好きだった人ってまさか。バカ、違うよ。だからそれ誰の真似だよ。全然違うよ。いやいやいや、違うよっすよ。違うよ。違うよっすよ。いやいや、違うよ。違うよ。いやいや、違うよっすよ。
違うよ。「熱を継がない方」
Thank you.
先ほども歌っていただきました水木奈々さんと宮村優子さんをお呼びしたいと思います。どうぞ。はい、どうぞ。大丈夫ですか？はい、ここでもねトークをしていきたいと思うんですけれども、ここでもテーマがございます。はい、ここでのテーマは、学生時代でこれだけはやっておきたかったやり残したこと、これを教えていただきたいと思います。うん、じゃあ宮村さんからいいですか？はい、はい、私はですね、はい、学生は中学がテニス部 で、はい、で高校に入って演劇部に入ったんですけど、もっと、はい、筋トレをしとけばよかったなとずっと思ってて、でもなるほど、でも、ええ、遅くないです別に私は26とか7から筋トレ始めたんですけど、ええ、まあつくの遅いですけどね。学生時代にやっぱり運動部でつけてるとこういい筋肉がいい筋肉がつきますけど今って腹筋割れてるんですか？まあ、またすごいことを聞くね噂に聞いたことがあって、一応見た人は割れてるねっては言ってくれますよ。やだよバーカ。それはさすがに勘弁していただきます。松木さんにだけ後でこっそり楽屋で、あ、それなら後で二人きりの時に。すいません。俺はいや、いやです。で、ナナちゃんは何ですか？私はですね、水がすごく怖くて、小中ってほとんど泳げなかったんですね。なのでスクール水着をほとんど着てない。1回ぐらいしか。あらあらあら、今もうほらブーイングがほらでも着れないでしょ今ね。スクールじゃないし、ね、どのみち今着れないよねそう、だからで中学ぐらいの時に特訓して泳げるようになって、そうなんですよ。それからは、まあ、でも体育の授業のプールってもういつまでもいつまでもずっとクロール何メートル泳げるかとかさ、ずっとやり取りをしてたので、うん、そうですね、そういうのが嫌なので、水遊びバシャバシャが好きだからずっと風です、風です、風です、ずっと休んでなのでほとんど、やっておりません。そして、高校ではちゃんと頑張るぞと思ってたら、水泳ありませんでした。あらあら、はい、でやり残したことはということは、まともに泳いでおけばよかったなと。そうですね、だって今プールに行くことってないですよね、あんまり。なんでいますよ。その時にもう当然有酸素運動ですからね大事ですよ。そうか、そうか、そこに来るんだでも学生時代だとタダで泳げるじゃないですか。 そこですよね。タダが重要みたいな感じで。そうそうそう、はい、なんか善意ですかやっぱり違いますえ、もう頭のいいこう節約の仕方ですよ。なるほどね、はい、賢い倹約術ですね。そうです、はい、なるほど、はい、で清水愛さんは、はい、あ、高校生の時がバイト禁止だったので、はいはいはい、高校生でバイトしたかったです。あー、なるほどね、アルバイト、はい、ちなみにどんなアルバイトやってみたかったですか？本屋さん。本屋さん、はい、あー、本お好きなんですか？はい、うん、なんか会話が短いぞどんなジャンルの本が好きですかあ、ここでは言えないような。あら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 なんだかすごいねすいませんここでは言えないような本。言えません。じゃあ、はい、皆さんで想像を膨らまして清水愛さんの好きな本を想像してね。はい。で、こっそりファンレターとかでこの本じゃないですかとか聞いてみてくださいあ、でも逆にこれはやらなければよかったと思ったことが、はあ、逆に宮村さんが筋トレのことなんですけど、ええ、私学生時代ずっと運動部だったんで筋肉がつきすぎちゃって、うん、今落ちないので。え、そうなんですか？文化部に入ってればよかったと思います。人間でないものねだりです ね、 ね、そうですね、本当に本当に他の芝生は青く見えますよやっぱりね、まあそんなわけでありがとうございました。はい、水木奈々さん、宮村優子さん、清水愛さんでした。拍手ということで出演者全員でグランドフィナーレと参りましょう。いいな。
奥から見つめてるの、そこからはきっとあの場所も見えるのかな。人はいつでも何かに迷い、答えを探してる。ずっとずっと嘘を上手に使えないまま、愛の夢に儚い思い寄せる。
ブレイクエンディング。レミの CD 売ってます。レミにアットのもはや
もう一回だから、みんな、いっぱい楽しかった。でて、またやろうね、バイバイ。わじまじゅんじゅん&みなほしえん、お前ら楽しかったか。次のサードも俺が司会だ。Thank you for coming to Memo second concert. Memo is supported by everyone and it grows so big. We all the success and charity to you and also need your back up in future. Memo world will last much longer. We appreciate you once again. Don't say see you again. Just say see you later.